名詞漢詞旧複数形の名詞を使った重要表現この学習ですでもね簡単簡単熟語早速スタートです例題ですこちらドン次の日本文に青英文になるように空欄に適する語句を書きなさい二つ用意しました熟語ニヤニヤ はいということでね「メアリーは他校の生徒数人と親しくなった」「試合後トムとジャックは握手をした」「はい今回はね熟語なんだけど複数名詞を使ってね」っていうことで「えー、と親しくなった」「誰々さんと仲良しになる」「友達になる」えー「トムとジャックは握手をした」これです。えですから英語で言うと「メイドホニャーウィズ」と「出家」 文法にあうウィズこの部分です。熟語。早速ティーケイズポイント。こちらどう。複数形の名詞を使った重要表現ということです。そうなのね。ここまで名詞冠詞の話で複数形さんがあんまり出てこなかったんだけれども、そう。複数形はね、数えられる名詞だけのお話だから注意してほしいんだけれども、それが特に熟語の中で使われます。例えば1番。A さんと友達になる。よろしく。 やった友達1人増えたぜちょちょちょ,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 ちょあなたが A さんと友達で1人ゲットって言ったら A さんもあなたのこと友達ゲットなのよだから友達になるって言った瞬間メイクフレンズねいい友達と友達っていうことでメイクはフレンドで、うん、おまを1人友達に入れてやるぜどんだけあんた偉いのって話だからねあなたが友達を1人増やしたら向こうもあなたを友達にしたからフレンズいいねここポイントよ。 でシェイクハンズウィこれは当たり前な、ね、握手しよう手が1個と向こうの手で2個でしょ、うん、僕は足を出してやったっ誰だあなたって話ですけど手と手で握り合うのいいかなでチェンジ・トレインズそれはそうだ電車を乗り換えるのは1台目の電車2台目の電車っていうことだよね両方とも電車だから CC 水上ブースでいいその後電車に乗り換えればどうしていいんですかバスを降りて電車に乗るです Get off the bus and take、uh, the train off bus and バスから電車とかそんなに気にしなくていいけど電車電車の場合は「trains」っていうことね、はい。で「be on good terms with 人」人と仲が良いこれはね「make friends with」と同じノリなのね。音状態を表している音良い関係性むずいね「t r m s っていうのは人間関係関係性を表すんです。 じゃなくても全然気にしない。Beyond Girl Tales with.Beyond Girl Tales with.Make Friends with したら Beyond Girl Tarms with って考えればいいでしょ。友達になってよい関係のまま状態を保っているということです。Friends, Hands, Trains, Tarms, S が決めてる。それじゃあ戻るよ。Tool! はい。ということで、Mea リーは他校の数人と友達になった。 made friends ということねはい、親しくなったお友達になった make friends with そして握手をしたシェイクの過去形 shook hands ということですはいというわけでね熟語表現の中に S が含まれるパターンでしたはい今回もう一個三番もね問題こちらどん 次の駅で電車を乗り換えます。Where change? Go on at the next station。ということね。修学旅行とかでね、東京都が来て、はいみんなほら、次の乗り換えるなって感じで先生がね、次よなんつってこう強めて言うんでしょうか。はい、change trains。ということね。ね、東京駅に着いたら山手線に乗り換えるんですよ。わかりますね。新幹線降りたら山手線よなんていうこと。ですから新幹線という列車と ね山手線という列車トレインズということですねついなんかチェンジやトレインとかね乗ってた電車を降りるみたいなイメージになるけど電車を降りて次の電車二台出てくるからチェンジトレインズっていうところがポイントですはいおさらいですこちらバン複数形の名詞を使った重要表現今回はまず三つだけです 4番目の b e o n Good Terms with 人はね、この後出てきます。まずはこの3つを基本で4番だけこれは人間関係とか抽象的でしょ。ですので Make Friends with 人人と友達になる。Shake Hands with 人人と手と手で握り合うから握手する。Change Trains 最初の電車降りて次の電車乗る。乗り換えるってことは電車2台だから Change Trains そしてこれから b e o n Good Terms with 人,人との 良好な人間関係が保持されている状態だわめんどくせえ人の仲が良いとこんな風になるわけですはいということで複数形を含む熟語表現です